あれが今日最後になりますけどね、10個目かな。10期目でございます。これスキー塚湖、これが大体全長がね、何メートルか、78メートルかな。ああ、78メートル。ほんで真ん中を道路が突き取るんでね。ね。はい、回ってみましょうか。なかなか珍しいですからね、真ん中を道路が突き取るのをね。ここから行きますかね。これは関係ないよな、ここは。ここからだね。ここ豊富の方やからね。どうも連邦公園府の方みたいやから。おお、これやろ、なかなか。ちょっと待ってや。これがこう、これがこう、遊歩丸じゃないもん、違うかな、ここ。これいいね、これ。素晴らしく、これ。いやー、これいいわ、これ、これ。真ん中も。これ上に上がりますとね、橋がかかってます。で、真ん中もね、はい、四車線道路が、こんな道路がガーッと走ってます、真ん中もね。ここの真ん中を、珍しいございますよ、これ。で、こちらの方が公園部ですね。公園部分、わかるかな、これ。ああ、わかりますね。ずーっと丸多くなってもわかりますね。ずーっとね、絵になってますね、丸多くね。公園部分でございます、これね。はい。橋を渡って向こうが、前方分の方だね。なるでしょうか。今はね、ちょうど実機見たんやけどね、大体3時間ぐらいかかってます、実機でね。もうちょっと細かいの本当に見たらね、おもろいんだけどね。この中だけでも30キロぐらいあるということらしいんで。ねえ。これ、さあら、きれいきれい。ここ行ってきてもね、その、カヤがいっぱいにね、すごかったんやね。全部切られて近頃はね。歩けた状態なかったんですね。今、きれいに買ってくれてるからね。いいんやけどね。なんか笹かね、残ってますよ、きれいに。マウント残ってますからね、きれいにね。これいいね。